はい、どうもー。はい、どうもー。ということです。お願いします。では、一応頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。はい、ドミです。ハンダです。はい、お願いします。ブヨブヨ汚れやったし。優秀の美を飾り。優秀の美ですよ。この家をもう出るということで、あと一つだけ。探索してないというか。はい。心霊動画を撮らないようにしてたんだよね。この家に関して、なんか、やめとこうかっていう。一回、このね、キッチンからさ、音とか聞こえてたじゃん。まあそうね、キッチンのそのなんかまあラップ音って言ったらラップ音なんだろうけど、例えば声入っちゃったのも大体その大抵キッチンとかリビングから音聞こえたりとか、リビングのあたりとかキッチンだったり、出る前にちゃんとねお祓いとかするんで、はい、あのキッチンにあのまあ地下室じゃない室じゃないんだよな、そこちょっと見てみようかな。行きましょう。はい、よし。ここいつも料理してたところですね。はい、のコーラがありますけどね、ここですね。はい、ケースみたいなの、はい、どうやら外れそうだと。まだ見てないです、本当に。ちょっと何となってみます。ここにね、なんかだから これが、はい、こういうのって外れないじゃないですか。スーパーボール1個だけ入ってないなんでスーパーボール1個だけ入ってないどういう可能性でこれどうやってここにスーパーボールちょっと開けますか。ちょっとピーポー来ちゃってる。ワロタピーポー来ちゃってる。お前の。ここはなんかね、ほら。これこういうのってさ、固定されてんじゃないの普通。わかんないけど、外れるよ。どうしてよ。本当やだな。おーい、お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 い、ないでしょ。おい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 、感じなってんの家の下って。なんかあったら面白いけどね。ちょっと俺探索するわ。靴持ってきて入っちゃうかな外出するみたいな、なんかどっか行くみたいな足湯みたいな。ここがナイトショットにした最近なんか、うん、めっちゃいい感じ。あ、これでいいや。うわうわ、いい絵。これやばいな。すごい。これなんか人いたりしたら怖くない？人いないだろ。じゃあ俺をさ撮るカメラもないじゃん。何？俺が膝ついて頑張ってる。こんなしてんだよ。うん。視聴者もあれの映像見てるだけでしょ。そう。AD じゃん。カメラ。結局やるか。結局同じじゃん。あれあれ軍手っぽいな。待って、軍手の先にもなんか足袋みたいな。あれ何？本当だ。あれ何？保温材みたいな感じなんだな。こんな感じだね。とこの瓶とかなんかね。何これ、この黒いの。キモい石ある。てかなんかネズミとかいるんだろうな多分。だけど危険なの。もう噛まれたら5人死ぬやつ待って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 、何あそこ深くなってない？こっち側掘ってない絶対。何かがわかる。あ、本当だ。絶対あそこなんかいるって。やだよお前。掘ってんの。お前体積気持ち悪いぞ。いやいや、絶対あそこ深くなってる。あそこちょっと見た方がいい。じゃあもういいでしょ。最初はグッ、じゃあグッ、はい、よし、はい、お願いします。お前ヨーダじゃん。こういうのお前ヨーダじゃん。お前こういうのやばくない？なんか書いてあるんじゃないの。汚なお前。いや、スターウォーズじゃん。スターウォーズの世界。うわ、怖っ。もう60年前の軍手。うーわー、やばっ。これやばい。お前、なんとかのさ、なんとかの法則じゃねえか。これやばい、ほんとに。これやばいよ。これやばい。これはやばすぎ。ね、匂いかけ、お前。匂いかけ。何匂いかけんだよ。おい、こうやって。いい匂いですよ。嘘つけ。ちょっと嗅いでみ。そんなわけないよ。お前、嗅いでみ。洗剤のいい匂い。柔軟剤のいい匂いがする、これは。ここ外れねえ。危ねえよ。いや、これ、ない方がよくない？ないの、本当に。コンタクトの液とかないの？ないだろ、60年前だぞ。え、あれ何、うん、なんかなんかわかんないけど、黒っぽいとこあるな、普通に。何あれ、なんかの糞。葉っぱとか何？これ何？骨じゃね？わかんないけど、何これ？骨？骨じゃないか。なんだ？
これなんかキモくない？まあ、これ何？骨なの？ネズミの骨とかなんかな、本当に。まあネズミとかだろうな、多分。まあ本当の尻尾っぽい感じもあるしな。いや尻尾かわかんないけど、まあネズミだろうな、多分。その骨っぽいね、本当に。マジのとこ行ったら、だからそのネズミとかそういう小動物。あ、でも鳥っぽくない？なんか鳥じゃないかな。鳥がここにいるまま家建てられたってこと？いや、なんかどっかに多分、なんか家のさ、壁の中とかに巣作っちゃってさ、でそっから入っちゃって、その子供がこう入っちゃって、そのそうで、キッチンで結構いろいろ起きてたけど、鳥の霊だったんだ。鳥の霊だ。薄くなんない？やめて！何お前血筋、血筋飛ばしてるの？お前の血筋飛ばすなよ。え、あれ何？いろいろこうね、いろいろ検証させていただいて、はい、まだあの上とか開けちゃったんで、最後にあの業者の方入っていただいて、はい、あのちゃんとこういうのもなんか開けたんで、責任持ってちゃんと中きれいにしたり、うん、まあ、しっかり外したとこきれいに戻して、はい、で最後業者の人と最後その動画的な部分のその解消しっかり全部さ、もちろん引っ越すので、うん、安心してください。だから普通に自分家だとしても、うん、こういうとこ開けんの危なかったりするから、そうだね。まあ代わりに僕たちが、うん、こんな感じになってるんだよっていうのを見せただけで、はい、ということで、はい、以上今日の水溜りボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日。ありがとうございました。